おはようございます。おはようございます。はい、パパ金星10月号ということですけども、うん、あれでもう早速映っちゃってます？ダメなんですか映ったら。いや、そんなことはないんですけど。映っちゃってますよ。映っちゃってますか。はい。今日はこれ、だって後ろ見てみれ、ね、シャツ後ろ見してきた。本当に逆なのよ。嘘。なしてなしてこういうの間違えるから。ちょっと朝早くても分かんなかったです。最近鏡ないって言ってましたから。いや、鏡ない。鏡ねえらしい。手持ちの鏡。気持ちね。はい。今日は火曜日、絶賛暇だというね。暇で来たわけ。今日やってますじゃないんですよ。ゲストにお迎えして。ね、はい、お送りしていきたいと思います。火曜日あげれでよかったべ、ね、そうなんですよ、うん、だ今回は、うん、あの我々をナビゲートしてくれる方が、はい、おりまして、ラグだよなら、はい、昨年もちょっとあった企画なんですけども、うんうん、かな、はい、この方でございます。どうぞ。おはようございます。おはようございます。大島きしこです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。頼みます、ね、はい、あの昨年と、はい、あの同じ感じで、そうですね、あ、え、1年前ぐらいですか。ほぼ1年ぐらいかな、うん、ちょっとか、はい、私が来たということは、はい、なるほどザシリーズということになります。これ何、はいはい、これなんだ、今回これなんだ。目ざといですね。なるほどザ、この間なる、あのなるほどザなんとかって、はいはい、あのこのポーズしてるの知らねかったから、横澤いたのに。あ、そうそう、だから最初から見てたんだ。そっか、じゃあこれあの市町村のマークだ。お、お、あ、もう始まってるんだ。さあ、それでは早速ですが、ここで問題です。おー、来た、はい、第一問、うん、はい、はい、え、あ、見たことある。今回は、はい、なるほどザ何、ひらがな一文字を図案か、はい、これヒントね。ひらがなね、ひらがな、見たことある。これ円形は明るい、うん、あとは、うん、和む、うん、それから真、うん、信じる、うん、を表していると。69の市町村、そうだね、69の時代をね、69の時代の、うん、かっこいいよね、うん、割り方を見ていけば、うん、決まった。え、なんで、ひらがなはなんかイメージできたんだけど、ひらがなイメージできたけど、だってもうそうにしか見えなくなってきたよ、ひらがな。わからない、すごいね。最初の一文字のひらがなでしょ。カタカナじゃないもんね、ひらがな、なんだね、うん、遠いのかな、ここから。あそんな今日はみたいな近くではないかな。あの今の集合時間を鑑みて、うん、なんだよ。ただ1時間ぐらいでいけるんだよ俺の。ああ、そうですか、うん、ちょっと待って、全然わかんない。漢字難しいです。難しい。漢字にすると難しいんだ。漢字にすると難しいです。マジで、めっちゃ簡単なんだけど。動物にも見えませんかね、うん、なんかね、え、ね、トリッコ、トリッコ出ねえか、鳥、トリッコと違うか。おー、めっちゃなんか最初にひらめいたひらがな以外やと出てこねえけど。ちょっと待って、うん、俺分かったよ。お、え分かっていい、はい、え、絶対、え、絶対イージービスだよね。え、イージービスだよね。嘘、嘘、なんか、え、何、え、これフリップ見てくださいよ。やだ、なちょっと何、今まで誰も気がつかねえ、気がつかなかった。なるほどさ、鷹の巣って金だ。ちょっと、え、よく、ちょっと待って、これ渡されて今まで誰も気がつかないってすごいよな。すごい、ね、本当だ。え、じゃあちょっとこれに気づく前は何って書こうと思ってたか。え、俺田代だったのよ。あ、田代だったんだけど、漢字は難しくないな。わ、書いた、わざわざ。え、こっから編集しようとしてる。ちょっとわかんないけど、こんなにいっぱい宝巣、宝巣、宝巣、宝巣って、え、そうなの、周りの、周りもこれ全部宝巣だ。こんなヒントある。ちょっともうまだ、ごめんなさい、私がめくってないんですけど。あ、そうですね、発表してもらいましょうか。じゃあ、はい、一応発表しましょう。ここでしょう、はい、はい、でねーん、鷹の巣町でした。シーンすごいね、ほんとよ。
一応聞きますけど、じゃあ鷹の巣のイメージというか、うん、鷹の巣の大太鼓のイメージだな。そうですね、あと獅子頭だな今の時期、うん、だね、うん、あと黒ニンニクだな、うんうん、お鷹の巣を巡って、はい、鷹の巣をいろいろと知りましょう。はい、はい、じゃあみんなでいきますよ、はい、せーの、なるほどさ、鷹の巣、鷹の巣、鷹の巣。お、でもこれ今はこうなの、 T、 T、 ああ鷹の巣のふわっとしてるみんな。まずはこちらです、うん、はい、鷹の巣といえばつづれ湖大太鼓ですよね、はいはいはい、道の駅鷹の巣の大太鼓の館に来ました、うん、おー、本当にでかい、うん、ちょっとプチ情報いいですか、はい、お、なるほど、鷹の巣やめていいの。ちょっとやっとく、はい、なるほどだ、鷹の巣。ありがとうございます。さあ、やってまいりました、はい、やってまいりました、はい、まずは鷹の巣といえば、はい、つづれ湖大太鼓です、うん、そこからやるのか。つづれ湖地区に伝わる大太鼓を知ることができる施設です、うん、で最も大きい太鼓は直径 3.8メートル。これだ、これか、これこれこれ、これだ、多分これでね、でかい、はい、うん、そしてあの胴の長さの奥行きね、はいはい、4.52メートル、へー、重さは 3.5 トンです。え、牛の一枚革を使った世界一の和太鼓ということで、はい、ギネスブックにも認定されています。よく伸ばしたな、のしたのしたな、のした。それでは、はい、早速ですが、はい、ここで問題です、はい、第2問、うん、これから10分間で太鼓は何叩きされるでしょうか。あ、え、これから10分間で、はい、え、じゃあ俺あのお客さんとなんか結託してもいい。いいです、いいです、そういうのもありです。5回ほど、5回ほど。結構、じゃあ決めましょう、うん、はい、10分、もう見てください、予想するんだもんな。そうです、そうです。あいごっては自分の腹ポンポコリンって叩くぐらいだからですね。お腹いっぱいの時だと、あれ、にポンポコリンですもんね。にポンポコリン、しかも今あんまりポンポコリンで寝くなったんだな。なんかちょっと痩せた感もあるね。ダイエットに成功してる、うんうん、こっちの太鼓かな、なんか答えがいのないクイズだよ、うん、なんかね、こっちの太鼓だと上の太鼓だとそんな1000回もいかないと思うんですけど、うん、もしかしたら、うん、あそこの人たち叩きでしょ、あんなに誰か一人そうなんだ、急に動き、誰か一人動き出すかもしれない、動き出すの、列の人たち叩き出すかもしれないから、うん、ほらストップウォッチで用意スタートって言った途端にブワーッと人が出てくる、そろそろかもしれない。一応100、これは100でいいや、はい、うん、バイトさんは10分だからな、ね、91。91、分かった。じゃあ私はもしかしたら連打する人が来るかもしれないから、いや、じゃあ200ぐらいにしよう、じゃあ今から数えますよ、はい、よーい、スタート。増やしたいんだよね。ほら、マークあるものこさね。あー、ほんとだ、ほんとだ、鷹の巣マーク、もう、ほんと谷しか見えなくなった、ね、いいマークですね、でもだからね、うん、よくこうやってね、あのデザイン、デフォルメしてよ、うんうん、プーとかもこんな感じになるっすね。すげえ吉原みたいな、いいです。もうちょっと、もうちょっと行ってください。今で何回ぐらいですか。いや、まだもうちょっと行きましょう。すごい。今。いやでもね、100は行ってるよもう。仕込まれました。初めて叩いた。すごい。あんなにアグレッシブに。すごい。もう絶対やってる人っぽい。あ、ごめんなさい。本当に偶然ですか。どちらからいらしたんですか。長野県。あら、あら、長野県から。普段なんか他のものを叩いたりしてるんですか。他のもの
あ、すみません、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございます、あの道中お気をつけて、はい、はい、どうも、またお会いするかもしれません ね、 どね、近くでね、うん、旅されてるならね、やっぱ完璧もう仕込みだねもう何分今6分経過するところです、もうだって100は超えちゃったな、きっと多分もう一人来てくれるとな、これだな、いいかな、ちょうど200にして叩いて、今多分100、150何ぐらいだと思うんだよね、終了、ぐらいかなさあこれでちょうど200にできたかプラス50ぐらいじゃないかな、もう100はだってさっきのお客さんの時点で超えちゃってるから多分な、うん、結構連打してたからな、うん、合わせて何回でしょうか、発表お願いします、はい、150ですおい150、え、足して、あ、じゃあ何足さなきゃ意外と俺良かったかもしれないのか、お客さんだけだと100前後だ、そう90なんだっけ、91、これあ後でじゃあ編集で数えてね私も数えますよ、正確には何でしたって出してるでも難しいね数えるのあれね、でもそもそももやっとしたクイーンズ答えがまずもやっとしてる、うんうん、じゃあみんな同点、みんな1点これ1点ずつなの、え、あ、1点いただける、1点なんだ、はい、じゃあまあとりあえず1点いただきました、はい、うん、おめでとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、でこちらですね、はい、あの大太鼓の館、奥の方には、うん、世界の太鼓ミュージアムもあります、和太鼓だけではなくて、あ、世界のね、はい、そうなんですよ、うんうん、これ行ってみましょう、見ますか、はい、はい、あ、あっち、うん、あっちか、はい、あ、書いてる、あ、世界の太鼓ミュージアム、ね、あ、じゃあこっちは行ったことないな、太鼓の起源、あ、こういうのはな、あ、すごい、いろんな種類、うわ、面白い、うん、黒い展示台にある太鼓は自由に叩くことができます、あ、これだよ、お、え、どれどれ、わ、黒い台のは叩いていいんだって、太鼓なの、本当、え、どうやって叩くの、クリームの方はダメ、え、嬉しい、黒い方はいい、叩きてみたい、はい、え、触っていいってこと、うん、センスないな、叩きか、見てあの足、足ちょっとちょっと待って見てくださいよ、なんか音楽会が始まったけどマリトンさんが全然乗ってこない音が全然顔になってる顔と手だ、顔と手なんだ全部足がダサいんだよね、なんか足がなんでガニ股なのなんかそういうイメージじゃないですかあドラムの人怒られるよドラムの人に硬い、うーん、ガバンゴ族、中部アフリカだって木魚になってる、木魚さあということで、はいはい、堪能されましたけれども、はい、ここは40カ国、うん、で、はい、およそ140個の世界の太鼓が展示されていました、はいはい、ここで問題です、お、来た、はい、この場所で、はいはい、今皆さん合わせて何回太鼓を叩いたでしょうか世界の太鼓、はあ、俺ゼロだよ、俺チョしてもいねえよ俺合計です、あんた方余計なことしたなえすぐ触りたいんだよねすんぐちょしたがるそんなにでも連打はしてない
から私すごい下下結構リズム取ったっけよ、後ろからちょっと見たのも体もこう動いてやったよ、本当に、うん、足がね民族民族足がねダサい足がダサい60お出ました60、はい、俺の自分で叩いたのがまあ多分15回ぐらいなんで、あ私100以上いってます、そうそんな叩いた、トータルですよね、トータルです、はい、うん、はいはい、そんな叩いたの、結構リズム刻んでたっけよ、刻んでた、そうですか、多分130、うん、はい、そう、俺少ないかな、じゃあ60、80にしようじゃん、うん、はい、なんか地味な数字ずっと、ね、地味に増やしたね、これのクイズは俺も語られまんのよ、ね、ぜひお願いします、一回も叩いてないです、俺80、うん、130、あじゃあ80で、あ一緒で信じます、あお信じて、はい、はい、ではこれもカウントしてました、うん、今回はちゃんとカウントしてます、はい、あ私が、はい、そんな叩いて、では発表します、うん、はい、はい、319、すごい叩いたね、叩いたね、えあそっちと合わせてここだけ、ここだけでそんな叩いた、一番近いのはめぐみさんです、おありがとうございます、はい、一番近かったので、うん、7点700ぐらい離れてるんだよね7ももらえるんですかなるほどザ高野さん、はい、皆さん楽しんでいただけておりますでしょうか、めちゃくちゃ最高、いやよかったです、さっきからほっとおかしくてしょうがない、もらえましたな、本当に良かった、1件目から、ね、次もですね、まだ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 、はい、もう笑いが止まりません、はい、続いてはこちら、はい、老舗お菓子屋さんのバンバイです、はいはい、有名です ね、はい、江戸時代の創業です、創業から今年で228年の超老舗です、 おばあさんが店番をしていたことからババエと呼ばれて、ババの家、それがからバンバエ、バンバエバンバエバンバエってなった、バンバエバンバエ、じゃあすいませんお邪魔します、お邪魔します、ごめんください、みんないなくなった、もうほら縄文プリンある、本当だ、あかわいい、かわいい、発掘スイーツだって、だあ石もある、うん、あ本当だ、すっごい食べれる石か、うん、あのチョコの、うん、えこれかわいい、このチョコの型ってあるんだね、え色すっげえこれ、えバスク風チーズケーキ、 あそうなんだ、えそう大大だな、え大だよね、あ私台でしょ、土台でしょ、土台だよね、今売れたんだって、ね、あすいません、これは台、なんか地図に入れたのか、カマンベールみたいな、うん、確かに確かに、薄型のやつだった、うん、美味しそう、特別にお店で、はい、特別ですよ、はい、はい、特別に立ったまま、はい、フォークついてるの嬉しい、あそうなのよね、これね、あ久しぶりいただきます、いただきます、わあ、本当だパリッパリッ、うんうん、あーブーデセールだ、うん、しっとりですよね、うん、だからしっとりとパリパリが美味しいね、うん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 、濃厚でちゃんと本当、うんうん、満足感ありますね、うん、それではここで問題です、はい、はい、こちらの看板商品ル・デセール、はい、フランス語でデザートとかおやつの意味ですが、うん、店員のリリコさんの趣味は何でしょうか、うん、えちょっと待ってください、はい、もうその趣味はもうだいぶ長くやられてる、2、3年くらい、2、3年くらい、新しめの趣味、新しい、ご自宅で、あどこ
でもできます。どこでもできる。どこでもできる。なんか作ったりするとかってことですか。作ったりはしない。作ったりはしない。しない。はい。どこでもできる、はい。どこが一番いいですか。その環境的に。環境的に。うん。Wi-Fi があると。Wi-Fi 飛んでるところ。じゃあこの問題は私は不利ですね。ないですもんね、 Wi-Fi ね。 Wi-Fi ネオン飛んでないですもんね、うん、飛んでない。 Y も Fi もネオン。 Wi-Fi があれば、うん、それができると。なくてもできる。なくてもできるけど、できるんだけど、あった方が嬉しいな。それはどれぐらいのペースでその楽しんでいるんですか。毎日コツコツ。あ、コツコツ毎日。趣味ですよね。じゃあ大ヒント。はい。まるまる活。うん、なんかね、うん、そんな感じはする。あ、活動の活。はい。何活かな。うん、何活かな。あ。スマホ持ってない伊藤さんがひらめきましたよ。それではめぐみさんからお願いします。本当に何活ですか。マネ活何か分かんない。でもこれが内容がよく分からない。その何を だから株株とか、 なんかトレーダー、実はなんかすごい。なるほどなるほど。マネ活 FX とかやってる、ね、と株投資、投機とかじゃなくて投資の方なのかなみたいな。マネ活。マネ活で、はい。ではバリトンさんお願いします。マネカツ。あれ資産運用。マネカツ資産運用って事故入れんだわ。合ってる。合ってますよ。ではシャワさんお願いします。ポイカツ。ポイカツ、はい、ポイントいろいろ取りして、ポイカツか、うんうんうん、はい、さあ、はい、この中に正解はなと思いました。正解はあるんでしょうか。ビリコさん正解をお願いします。はい、ポイカツです。ポイカツ、ポイカツ、すごい、おめでとう。やった、でもちょっとマネカツも近い。じゃあ近い、ここまで、はい、そこまで。そんなにお金に執着してるわけじゃないですよね。お店で